長く生きてるけど、こういうのは初めて見るわね。見慣れているはずなのに、飾り付けであっという間に異国の部屋だな。気に入っていただけたなら、こちらも喜ばしい限りです。皆様、年越しそばが出来上がりました。どうぞ、そばが伸びないうちにお召し上がりくださいませ。おお、いい匂いじゃねえか。日の本の麺料理か。はい、そばという名の料理です。特に大晦日に食べるものは年越しそばと呼ばれております。へえ、うまそうだな。じゃ早速いただくと。ちょっと待った。え、ボタン？年越しそばなら私も作ったわ。そば作りは大得意なんだから。だから私のそばを食べなさいのね、ね。気のせいでしょうか、そばがおつゆを吸っているように見えるのですが。これはそういうものなの。サザンカさんのとはちょっと違うのよ。はあ。いっそのこと、年越しそばの出来をおもてなし対決の前哨戦にしねえか。ほら、いいじゃない、上等よ。私も構いません。家康様の名に恥じないものを作りましたから。よし、じゃあ早速いただこうかな。いただきます。まずはサザンカの方からだね。これは、皆様、そんなに震えてお口に合いませんでしたか。いや、あまりのうまさに感動してたんだ。ええ、こんな繊細な味は初めてです。とても奥深い味。丁寧に出汁を取りましたから、お気に召したなら何よりですわ。ねえねえ、私は、私のはどう？焦るなって、今から食うから。これはサザンカのお蕎麦より柔らかいような。それにすっごく味が濃い。ダーリン、お水くれない？お前、これ味見したのか？それに蕎麦がすげえ伸びてるぞ。言いがかりつけないでくれる？そんなわけ。時間間違えた。それにしょっぱい。王子様、勝敗は決まった？決めにくいな。ちなみにおかわりは勝った方のおそばになるからね。いや、王子、御所だから判断を誤るなよ。ボタン、ごめん。サザンカの勝ちって。恐れ入ります。さすが私のダーリン、信じてたわ。こいつは仕方ねえよ。誰だってサザンカを選ぶに決まってる。まだよ。まだ大晦日だもの。本番は明日からでしょ。明日はこの部屋でおせちを食べたり、
正月遊びをご覧に入れましょう。おせち？日の元の正月に食べる伝統料理です。使われている食材それぞれに意味が込められているのですよ。例えばエビには長寿、数の子には子孫繁栄といった意味がありますね。興味深いですね。他にも日の元のお話を聞きたいです。そうですね、面白いと思われるのはお年玉でしょうか。もともとはアマテラスからいただいた服を分け合うという意味でしたが、今はより具体的に相手が喜ぶものを贈り合う習慣になったのです。へえ、お年玉ってのすごくいいじゃねえか。もちろんオイラたちも持ってきたよ、お年玉。やったー、太っ腹じゃねえか。本当にいいのか。ええ、あなた方に日の元の正月を楽しんでいただきたいのですから、アマテラスと将軍からもお年玉を贈る際は遊び心を持って送りなさいとことづかっておりますし。うわ、楽しみだな。ありがとう家康。はい、それではこれから私と勝負しましょう。え、勝負？勝負は勝負ですよ。ただお年玉を送るだけでは遊び心がありませんから。私と勝負をして勝てたらお年玉を送るね。単純明快で楽しい遊びでしょ。はあ？いや、そこは景気よくパーッとさ。なんだ、家康様に恐れをなしたか。まあ確かに殿の刀の腕は日の元でも達人の域だからな。腕に自信がねえならやめときな。せっかくのおせちが食えなくなるぜ。ああ、そんなわけねえだろう。むしろ強者ってんなら大歓迎だ。おお、フォレスティアの弓を見せてやろうじゃねえか。さて、あなたはどうなさいますか、王子。アディスはああ言っていますが、所詮は遊戯。手合わせ程度にお考えください。そうだな、分かった、その勝負受けよう。殿下、良いのですか。ああ、日の元の武術にも興味があるし、実際に戦ってみたいんだ。私も参戦するわ、もちろん王子側で。え、なんで俺たちの方に。私は家康に負けたくないの。ならあんたにつくのは当然でしょ。私は構いませんよ、多勢を相手にする鍛錬も積んでいますから。ほら、あいつも言ってるし、私を仲間にしてよ。ね、ね。まあそれならいいか。うん、やったー、絶対負けないからね。それでは開けた場所に移りましょうか。お城を荒らしてはいけませんからね。おお、いいぜ。よっしゃ、家康に勝ってお年玉もらうぞ。この勝負受けてよかったんだよな。